はい、お疲れ様です。あ、大関さん、どうも。お疲れ様です。あの、今呼んでるって言われて今来たんですけど、なんか呼びましたよじゃなくて上がるって言ったんでしょ。俺が、うん、俺はそう聞いてたんですけど、そんなことないですか。あ、まあでも、あの、もしあれだったら上がろうっていう気持ちはありましたね。ぜひぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。で、あの、大関さんのアンサー動画をちょっと見させていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、で、まあ4つの、まあ、条件があるということで、 あれね、ちょっと1個誤解があって、はい、あの、あれですよ、100万円は別に、はい、あの、勝てばもらえるだけでいい、でいいです。あ、そう、分かってます、分かってます。うん、でいいです、でいいです、はい、はい、で、はい、はい、どうぞ。あ、どうぞ。あ、いいですか。うん、いいよ。三者チェックとかいう2番目あったじゃないですか。うん、あれって実際どうやって確認すればいいですか。はい、まず、反射チェックっていうのは、ええ、身分証明書が出されれば、はい、できます。なるほど。はい、それを必要だと。うん、それが、うん、まあ一応、ごめんなさいね、はい、僕の調べによると、はい、まず、出資をしようとしてるやつ、はい、うん、あいつがまず引っかかってますね。マジっすか。バカだから多分ね。はいはいはい、多分って言っとくよ。はい、うん、まあ、うん、ちょっと、はい、もやもやで言うよ。はい、大きな組織があります。はい、ね、こういう大きな組織があります。ええ、ね、その大きな組織の、はい、ね、誰かさんが弁護士をしてます。はい、顧問で。はい、で、大きな組織に盛り代を払ってる、はい、子たちがいます。はい、いっぱいね。はい、わちゃわちゃいます。その一つに当てはまるんじゃないかな。ああ、なるほど。うん、まあその方は、一応、うん、100万円のその保証として名乗り上げてるだけということで、うん、まあ大関さん、あ、だから大関さんがそこが気になるんだったら、そもそもその方を除外すればいいだけなんで、うん、だけっていいよね。うん、はい、はい、大丈夫ですね。はい、はい、どうぞどうぞ。で、問題なのが、そのどうぞ、無法松さんはその、うん、要は身分を明かしたくないっていう、まあ前提条件があって、俺だけになってればいいじゃん。まあ、そこで、まあ、無法松さんの立場になって考えると、まあ、いろんな、まあ、リスクが考えられるということをおっしゃってるんですよ。あ、何？さらしとか。女の子なの？はい。女の子なの？女の子じゃないですけど、まあ、逆に言うと、大関さんがその条件がもう絶対条件ということであれば、まあ、無法松さん側に、それ安心できる材料をね、ちょっと、提供してほしいなっていうのがあるんですよね。まずごめん、前澤君。この間、前澤君のところに俺酔っ払って上がったけど、はい。あれで、ちょっとめちゃめちゃ怒られてました。はい、言ってましたね、聞きました。はい、うん、ごめんね、本当に。あなたにもごめんね、だけど。はい。じゃあ、僕から言わせてもらうと、ええ、一つの興行としてね、ええ、1試合でもやるんであれば、ええ、一つの興行として見ていいですよね。まあ、大関さんが見るのは全然大丈夫ですね。はい、で、はい、僕はシンプルにこれだけ言います。はい。今出しますね。ええ。シンプルにこれだけです。はい。どうしますか？そこ、僕も大関さんがそういうことをおっしゃってくるのは、もう、至極当然なことだと思ってるんですよ。ただ、まあ、僕はね、無法松さんサイドに立ってものを言ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、とりあえず、一旦は、まあ、最初、ほぼほぼ決まった条件っていうのがあったわけじゃないですか。そうすると、まあ、例えば、まあ、大関さんが酔ってたとしても、一旦は OK したものを、じゃあ、それを一回やめるってことでいいんですか？あ、全然いいですよ。やりますよ。あ、じゃあ、その条件、最初に大関さんが飲んだ、言ったじゃないですか。俺、何飲んだっけ？どういうこと飲んだ？身元を明かさなくてもいいとか、そういうことをおっしゃって、それも全部飲むって、まあ、酔っ払ってたんですけど。ね、怒られちゃって。ええ。うん。一応、興行としてね、扱いましょうよ。興行として扱うのが希望っていうことですね。うん、興行として扱いましょう。はい、だって、はい、俺もずっと格闘技やってるんで、まあ、それはしてると思うんですけど、はい、してます。練習の一環なんですよ、全然。なるほど。だから、俺にはもう、いただいたお話っていうのは、うん、はい、もう棚からぼた餅なんですよ。はい。めちゃめちゃ田中のボタン押して、ぜひぜひなんですよ。はい。ぜひぜひなんです。で、前澤君はその100万円を確認したんですか？してないですね。まあ、大関さんは信じられないと思うんですけど、まあ、100万程度であれば。はい、もうわかります。うん、まあ、わかりますけど。思い出したんですけど、その、はい、ね、ヨシキングっていう人もそうだけど、ね、拳が40万をくれるっていうから言ったら、むしろお酒飲み代を払わされたって言って、それはね、40万円をもらいに行ったっていう話は、それ、拳の嘘で、うん、会った時にいきなり拳が40万くれって言ったのが真実なんですよ。あ、そうなんですか。まあ、そういう名目で呼んではないですね。でも、あげればいいじゃないですか。まあ、だけど、まあ、そうですね。まあ、でも出さなかったっていう。なんか、YouTube やりたいということで、拳が30万出資してくれっていう話を。まあ、とりあえず、じゃあ、ごめんなさい。酔っ払ってて、ちょっと振り出しに戻してもいいですか。前澤君、ほんとごめんね。あ、いえ、じゃあ、撤回ということでいいですね。僕、はい、もう、100万欲しいだけです。
はいはい、100万を復興支援に当てたいです。なるほど、うん、もう勝つ気満々ですね。そう、当てたいんで、うん、はい、あれなんですけど、ただね、怒られましたよ。めちゃめちゃ怒られました、ある人から。はい、なんか動画でも見ました。ある人から怒られて、かつその、ね、ご丁寧にダイレクトメールで URL、 あの恥ずかしい URL 貼られて、で全部見たらしいんですよ。はいはいはい、お前そんな決闘だと、はい、決闘で弁護士が預かれるわけねえだろ、はい、弁護士が預かれる、ね、わけねえだろと。まあまあそうですよね、うん、信号じゃマジ勘弁してっていうことで、うんうんうん、で相手の車に乗るとかもね、うんうん、ダメだよといろいろ言われました、うん、その辺はね、あの、無法松さんと話して、その辺はまあ譲れるけど、要は無法松さんが最大にネックしてるのは身分のことなんですよ。なんでそこで多分ね、俺だけにさらせばいいじゃん。だからその制約をかけ、うん、制約をするんですよ。だから身分をさらさない、だから要は CA って言うんですけど、こういうの、不義務契約って言うんですけど、 CA って言って不動産取引とかでよくやるんですけど、その CA を結んで俺だけに身分を明かせばいいんですよ、うん、なるほど。じゃちょっと一旦それ持ち帰って、うん、ちょっとこの後僕用事があるので、ちょっと一旦持ち帰ってまた返事したいんですけど、次いつライブやります？ゆっくり話したいんですけど。いつライブ、はい、いつもやりますよ普通に、じゃあもしちょっと用事終えて、やってたらまた上がっていいですか？あ、全然いいですよ、全然いいですよ。はい、じゃあ、 上がりますんでよろしくお願いします。もう帰るの？ちょっとこの後用事があるんですよ、すいません。何の用事？何の、だから自分のやることがあるんで。新聞配達？違う、自分のライブです、ライブ。あ、そうなんですか。はい。あ、わかりました。はい、また来ますので、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。